今日は2回目の曲作りという形なんですけど、はい、どうした前回やってみて。前回はちょっと3人で反省したんだよね。はい、反省した。初対面の方が多くてちょっと全然自分を出しきれなかったっていうね、はい、殻に閉じこもっちゃった。おばあちゃんなんかも何も喋んなくなっちゃった。全然喋んない、ね、記憶もあんまないもんね。記憶ないですね、あの日緊張しちゃって悔しいですね。悔しかったよね。悔しかったって話したの。次は心を解放させて、はい、自由に行きたい、楽しく行こうってことになったんですけど、マッツさんとマッタジャブさんにはちょっとまあ慣れたというか、うん、あのなんですかね、その慣れたって変な意味じゃないですよ。慣れた、はいはいはい。緊張しなくなった、緊張しなくなった、本当心最後は、うん、あのはい OK ですなった後にちょっと喋って喋ってね、うん、それでちょっと緊張解けたというか、うん、遅いけどね。だから一番喋ってました。今日はもっとなんか心を通わせれたらいいなって思います。そうだね、はい、ちょっと緊張してないかもう硬いですけど、もう硬い、大丈夫かな。ここ一歩出たらしい。こちら3人で喋ってるみたいに喋れたらいいね。そうですね、そうなんですよ、いつも通り。めっちゃラインしましたもんね。あ、そうなんですか。電話もう何時間した。深夜3時まで、深夜3時まで2時間喋って、めちゃくちゃ喋りました、ここ3人、もう無言で30分とかもありましたね、つなげたまま。そうお嬢さんが洗濯物干してるって。洗濯物干してました。じゃあそんぐらい今回は本気ってことですか。本気です、うん、本気でやらせてもらって、せっかくやるんだったらもう最大限ね、自分を全部出したいよね。はい、せーの、やったるで。はい、OK です。じゃあ行きましょう。あれなんですね、やったら出てからグッって言うんですね。知ってます、知ってるんですか。いや、わかんないですけど。あ、すごい、すごい、合ってます。よ、あ、本当ですか。寄った方がいいかなと思って。あ、すごい、あ、よかったです、ありがとうございます。さすがですね、嬉しい。考えられる、ちっちゃい頃から見てるから。そうだね、あの潜在意識でも。確かにそう、潜在意識でやったら出てやる、やったら出てる。はい、はい、おはようございます。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 なんかいっぱい、こんなにいっぱいいる。ちょっと増えた。大丈夫かな。大丈夫、大丈夫。あ、やばい、ワンちゃんが喋れなかった。あ、やばい。あれ、失礼します。すいません。おはようございます。お願いします。お願いします。お願いします。あれからちょっと会いたかったです。会いたかったですよ。こっちも会いたかったよね。そうです。もう忘れらんないですよ。一日たりとも忘れた日なんかないですよ。ね、本当にもう、ね、ずっとあれから曲のアイディアとかいろいろ、なんかいただいたフレーズがすごい遊ぼうぜやって面白かったんで、はい、それをちょっと使っていろいろトラック遊んで、いろいろ探って、遊んだんですか。遊びました。遊んだんだ。すごい。激ヤバクリエイターの2人、ちょっと一緒に参加していただいて。参加してくれるんですか。自分たちの周りで一番ヤバい2人、やべえ、作曲を。いやいや、まだ分からないし、まだヤバさんもまだ何も知ってますよ、知ってますよ。嬉しい。改めまして、虹色侍のズマと言います。よろしくお願いします。YouTube でやってます。知ってます。いや、嬉しい。はい、僕、たまみと言います。今日は作詞のお手伝いで来ました。よろしくお願いします。ありがとうございます。すごいです、なんかめ本格的に、はい、やってきましたね。もう引き下がれないですね。引き下がれないですね。もう無理です。もう無理ですね。なんか大人が増えてますね。大人が椅子が足りないじゃないですか。大丈夫しか立ってますけど。すいません、できたら出て行ってもらラフデモを作ろうってなって、それを今日ちょっと聞いてもらいたい。もう、はい、すげえ。僕がちょっと宇宙語みたいな感じで、まだ歌詞は 100% できてないんですけど、うん、でサビちょっと歌詞できてるんですけど、うん、まあ、雰囲気だけ 歌っぽい感じで入れてるのがあるんですよ。好き、楽しみ、めっちゃ楽しみ。聞きます。聞きたいっす。聞きたいです。すげー、Yeah.
ですけど。やばい、ニヤニヤしちゃってる。やばいっすよ。いろいろ悩んで、探って、どんな家要素がすげえっすね。よかったです。いや、僕の家に来てくれてトラック作った時よりも、僕も初めて聞いたけど、むっちゃブラッシュアップされてて、サックスの音とかも入ってね、そうめっちゃかっこいい。いろんなキャラを。やべえ、泣きそうなんすけど。やべえ。でも小妻くんのなんかラフの歌詞とメロディーもすごいインスピレーションになって、あの時すぐできたんで、多分そうそうそうなんかみんなのワードが良すぎて、うん、知らないよ、ね、だってそれだね、それだねって私は結構テンション上がって結構バーって浮かんできたっすね。テーマがなんか良くて、僕もなんかこう楽しいことをしたいから音楽を選んだっていう感じなんで、なんていうか遊ぶっていうテーマは、そのテーマもね、3人があのフリースタイルでやってくれたとこからこう繋がって、うんうんうん、本気で遊ぶって感じですかね。うわ、かっこいい、かっこいい、わかんないですけど、はい。吉川さんにちょっと聞きたかったんですけど、この感じのサウンドだとダンスはどんなイメージですか？ちゃんに聞いてる。そう、特にここの、もうそれ一本かもしれない。それで履けて出てる。履けちゃうんだよ。履けて出てはもう全部出てるから、ね。全然入ってない。ずっと痛いな。ずっと痛いな。歌詞にしましょうね。かっこいい。かっこいい。全力でやるとかっこいいですね、やっぱり。なんかちょっと頭に浮かんではいたけど作ってやっぱりちょっと入ってくる。違いますね。ダンス入るとまたね。なんか今日これに具体的な、まあ、歌詞とか、うん、なんかタイトルとかまあその決まってないので、なんかそこも今日みんなで決めれたらなと、うん、こちらも、はい、初めて詞っていうかもうなんか思いついたことを書いてみたんですけど、はいはい、あなんかちょっとも言いたいことを全部やったんですけど、はいはいはい、全然最初出てこなかったんで、言いたいやつに言おうってことになって、それぞれ言いたいやつのことを言ってたりします。はいはいはい、でも大丈夫ですかね、そういうの。うん、なるほど。遊ぼうぜちょっとのこと一旦忘れてしまってまして、すごいね。いや、あれはこう、なんだろうな、え、なに遊ぼうぜがまさかそんな前面に出てるか。すいません、勝手にハマっちゃったから僕が。すいません、確かに。これ曲のタイトルにしようと思ったのかい。全然いいね。え、それは全然大丈夫。でもこうちょっとなんて言うんでしょう、怒りみたいのもちょっと言ってるとかもあります。絶対いいと思います。むしろそれしかない。めちゃめちゃ怒ってる歌詞。めっちゃ怒ってますよ。え、怒ってます。見てもらっていいですか？もちろん。すいません、お願いします。あ、もうめちゃめちゃ怒ってるな。私そんな怒ってないです。ここですでに怒ってるから。ちょっと怒ってます。学歴マウントとか。あ、すいません、それは怒ってます。はい、あ、めちゃめちゃ怒ってる。めちゃめちゃ怒ってる。マヒルリルク怒ってます。もう一人の人に向けて、はい、書いてるんですけど。この仕事は適当に、遊びは真剣に、タモさんが言ったやつはちょっとやばいっす、ね。ああ、そうです。結構 AWITCH さんとかも出てるなんかラップの曲で、なんかこう Y さんも言ってくれたみたいな、リリックとかもあって、なんか仲間の、そうそうそう、仲間感があって、はい、なんかまひるさんのこのリリックもちょっと怒ってる箇所とかもいいかもしれないですよ。ラップで入れて物申すじゃないですけど、単に怒りの感情もなく、ただ遊ぼう遊ぼうって言って結構薄っぺらくなっちゃうし、みんないろいろ抱えてるんだけど結局遊んでなんか前に進もうみたいな感じで、むしろこういうなんかニュアンスがあった方がいいんじゃないかなと思います。やったね。やめてくれよ。いいよね。たまちゃんは結構歌詞の達人なんで、なんかピックアップしてもらいたいよね。なんか気になる、たまみさん気になるフレーズとか言葉とかありますか？いや、でも芸人さん言葉を使う職業だと思うので、基本的にめちゃくちゃ良くて、遊ぼうぜがメインテーマで行くのであれば、そこまでの動線としての言葉をどれをチョイスしようかなっていうところですかね。へ、うん、その
フックの遊ぼうぜがちゃんとこう跳ねるというか届くようにっていうところの怒りで紡いでってもいいし、どういうストーリーラインでいくのかみたいなところをこうディスカッションで作れたらいいものになるんじゃないかと思います。おーでも働きすぎだよ日本人とか、うん、机に座って話そうよとか、うん、あの辺がなんかシャビの後半に、うん、あはい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 、机に座って話そうよめっちゃいいな、めっちゃこの短さで机に座ってるから真面目すぎない感じがすげーこう浮かぶし、そう外国人の人って女子と話する時とかによく机に座って座るじゃない、しゃべるじゃないですか。そうか、日本人ってなんか机座っちゃダメみたいないうなんか固定概念があるじゃないですか、はいはいはい、それってあんま良くないなって思うんです。どんどんみんな机に座ってしゃべった方がいいと思うんですよ。なるほどいやでも、そうかもなんかちょっとテーマと近いかもしれない。なんか上司が立ってるからもう座っちゃダメみたいなとか、小あの中学校とか高校の時の風景も思い出せるというか、なんか休み時間に机に座ってしゃべってるし、なんかそういう時も思い出してみようよっていう意味もなんか伝わってくるから、うん、すごいいい言葉だなって、はいはい、ありがとうございます。確かにフックのおもちゃがいっぱいとかなる、うん、そう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 、リンクできるよね、うんうん、多分テレレレレテテだったら机に座ってになっちゃうから、はいはいはい、座って話そうよをそこに当てて、うんうんうん、で机にを下から持ってきてそうちょっと手前からワンツースリー机に座って話そうよってこう机にを手前に持ってきたら、はいはいはい、座って話そうよってはい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 、いいねいいねかっこいい。あとソーが、ソーが発音が結構 歌としてめっちゃ綺麗に聞こえるから、2番とかだったら机に座って話そうよとか、ソーってこう英語のなんかおうとかなんかおうイエーとかに似てるから、そこで上げるとかっこいい。そうそう笑っちゃうよ、すごすぎて、ね、今回あのプロデューサーの意見はなかったんですか。プロデューサー、あ、プロデューサー、プロデューサーマヒルさん、話そうよじゃなくて話そうよ話したことない話そうよ下から下からこうそ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 うがなんかこう自分たちもこう下から這い上がろうぜみたいな、あ、ちょっと遊び近い聞かした方が誰がやってんだよ硬かったっすね、僕そんなことないっすよ、あ、全然遊べてなかったFuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just get buying everything. See you in the next life.